まず北朝鮮が核実験をいつかやるっていうのはこれは確実なんです。お父さんがやったことは必ずやります。あ、息子は。はい。はい、そうじゃないと、これはちゃんとペクトウの白頭さんの家系を継承してあの、自分が後継者だってことを証明できないですから。正当性の証明なんですね。そうです。ですから国内的な理由でやらないといけないんですよ。はあ。ただ、今回やるのかどうか。はい。これ誰も何もわからない。うん。要するに、 アメリカや韓国や日本の察知能力をチェックしてる可能性もあるわけですよね。はあ、なるほど。だから、はい、どこまでやるふりをすると。うんそこのところで騙されて実際に限界体制を取るのかどうかと。はい、どの程度正確に捕まえる能力があるかってことを見てる。うんこういうところがあるんで、何、はい、とも言えないわけなんですよ。あの、新聞なんかだと、この間に、 日米韓の首脳会談やった時にミサイルをぶっ放したから今回は核実験だっていうようなことを書いてますが、そういう理由じゃじゃない可能性があ,るあのお、核実験は、<え>それだったらまたもう少し大きいミサイルぶっ飛ばしちゃいいわけで、あ<ー>核実験っていうのは、はい、ゲームのルール変えるぐらい重い話ですからね。うんだからこれをどういうふうにやるかっていうことっていうのは、まあ、慎重に見極めてると思うんですよね。で、こういうのは庶民と人間によるインテリジェンス、はい、北朝鮮の 中心部のところに友達持ってないと分かんないんですよね。うどういう理屈でやるかと。その辺の能力っていうのはどこまであるものなんですかね。まあ我々は当然国、国はこ,ここもないわけですけど。その辺の能力っていうのはやはりピョンヤに出先持ってないとダメ。はあ、だから能力を持ち得るのは中国とモンゴルあたりでしょうね。はあ、意外とモンゴルは食い込んでますから。 うんだから、日本は最近モンゴルとの関係強化して、あの、横田さんの、はい、あの、お父さん、お母さんも、ブランバートル行ってますよね、ええ。そうですよね。キム・ウンギョンちゃんでしたっけ、ええ、表ではあんまり見えてませんけど、うん、日本、モンゴルの情報関係の協力って相当進んでると思うんですよ。<ー>ですから意外とモンゴル経由でいい情報が入ってくるかもしれません。は でそれから、あのー、先ほど日本の独自外交で、はいえー、ロシアに対してという話がありましたけどもう一つ、拉致問題の解決っていうのもこれは日本独自のある意味動きだと思うんですが、うん、担当者をそのモンゴルに今実は派遣しているんだと。 うん、出てますね、その情報が。はい、ですから、拉致問題に関しても、やはり独自外交で北朝鮮との窓口の間で動きはあるようですね。うん、これはもう秘密が非常に厳しく管理されてますから、はい、全然漏れてこないですけども、ただ、あの、相当のことは動いてるのは間違いないと思います。うんうん